はい、どうもサムティです。いつも感じでご応募してくださりありがとうございます。バージョン 1.0.7.7 ベータが、来た際ですね。僕、普通にレベル7の神門ね、回収して問題集作ったんですが、もう一個ですね、アップデーが来たことを忘れておりまして、はい。それが、こっちじゃない、サマイズの超ギリギリというやつが来ました。はい。超ギリギリですね。制限時間が驚くほど短くなります。3秒ということで、3秒でタイプしなくちゃいけないんですね。はい。なんで、まあ、正直ね、ギリギリでも結構厳しかったんですけど、6秒だったかな。はい、それより短いということで、僕、そんなにタイピングが早いわけじゃないんで、正直クリアできるかちょっと、未知数なんですけど、まあ、とりあえず来たからにはね、やってみようということで、はい、今回はですね、レベル7のセブンラッシュね。抜き打ち超ギリギリ、入れ替えなし残機1で、16問コースでね、やっていこうかなと思います。で、よろしくお願いいたします。それでは、さすがですがね、やっていきましょう。始める。出せじゃん。長いやつはちょっと来ないでください。盛んに燃える。無理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 。無理だって。リトライリトライ。さあ、キーを取りまして、ステージ1。いい歌詞。危ねえ。危ない。もういい。危ねえ。もうすごい。緊張感がすごい。6文字？無理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 。力比べ。ああ これ、物理的にいける？ ちょっと、物理的にいけるかどうか怪しいレベルなんだけど、頑張りまーす。占いと。はい、木星の木のね。大事。オッケー。なんとかステージ2まで来れたけど。なんか変なの来ないで、長いやつ。想像6。あ、嘘字。待って。あー、待って。嘘字じゃない。嘘字。嘘字。ちょっと待って。いろいろ突っ込みどころはあるけど あー、この場合はね、ちょべんたいってわかるから、すぐ考えてればよかったんだけど。あら、あー、クソマジか。押せてなかった。あ、うわー、マジか。うわ、もう、最後。無理。ああ。うわあ、マジか。あ、うわあ、惜しい。終わったー、惜しい。戻る。戻るの大事ですか。欲しいと。はい、岩倉。お口ですね。都市。当分の塔の大事。はい、急ぐ。削る。送信の信の大事。欲しいか。ここを使わないと。無事ですね。ここにいる。老人のローの大事と。他の大事ですね。乾く。喉が乾くとかの乾くの大事。さあ、ステージ3来た。
虚しい。ソラの痛い字ですね。たける、どうものもの痛い字。転ばす。身を逆にするので転ばす。お口ですね。はい、なん。あのなんですね。両国を。はい、夏。実の夏、お口ですね。オッケー。やっとファイナル来た。頼む、マジで短いやつ来てくれ。頼む。ウラン。オッケー、いったー、オールクリア。やったー、もう何回目だこれ。マジでもう10回以上挑戦したと思うんだけど、いやマジでタイプが遅い人にとってきつい。だから本当に運ゲーだね、僕から、僕にとっては。だからもうちょっとタイピングが早い人はもっとちゃんとなんか楽に言えるとは思うんだけど、まあでも、まあ僕なりに頑張ったんじゃないかなと思います。まあね、ギリギリとかでね、いや、余裕だわって思った方、ぜひ超ギリギリに挑戦してみてください。またね、より一層の緊張感が楽しめるんじゃないかなと思います。あとは単純にね、タイピングの練習にもなりそうですね。はい。まあそんな感じで。今回はね、この辺で終了しようと思います。この動画が良かったと思っていただけましたら、チャンネル登録や高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。では以上、サンプティでした。ご視聴ありがとうございました。